私、ライフサイエンスとゴーデータベースセンターの川島といいます。よろしくお願いします。で、第2部として RDF デザインパターンっていう、内容と、あとオントロジー作成の方法について、ご紹介したいと思います。で、ちょっと内容が多かったかもしれないので、終了時間によってはもしかしたら午後に引きちょっとつなげちゃうかもしれません。で、先ほ、えーと、まあ、さっき山本さんからセマンティックウェブとは何かっていうこととか、RDF の基本概念的な部分の、説明をしていただきましたけども、ここでは、その中で紹介されてた、主にタートルという RDF の記述方法がありますけども、それを実際どう書くのかっていうことを簡単にちょっと触れた後に、タートルを使ってどうやって、ある記述したい情報を RDF にするかというようなことに、今回は、焦点を当てて、ご説明したいと思います。で、この辺はもう山本さんのプレゼンの中で、触れられていたので、もう、流していきますけども、これですね、例えば、RD は繰り返します。でも RDF は、この主語、述語、目的語、3つの組で、表現されます。この3つの組を、トリプルと呼んだりして、またこれを RDF のステートメントと言ったりもしますけども、最小単位がこの SPO、主語、述語、目的語の組み合わせになります。で、見てこれか。これ例えば具体的なある内容なんですけども、日本の首都は東京ですっていうような RDF が、こんなふうな概念で表示し、表現されるわけですね。で、これはもう先ほど説明ありましたかね。RDF は、URI と呼ばれる、より皆さんよくインターネットのアドレスとしてご存知の、URI で、記述されますけども、実際その定義的には今、RDIF、IRI で記述するということになっていて、多言語化された URI ですね。ただ、我々が実際のところ、普段この RDF の説明するときには、URI の方がよく、耳なじみがいいので、URI っていう言葉をよく使ったりしますけども、URL でも URI でも IRI でも、同じことと思ってください。で、先ほどのその、日本の首都は東京っていうのを、さっきはこの図でお示ししました。RDF はよくこのノードとエッジの組み合わせの図で表現されますけども、これは N トリプルフォーマットで実際に書くと、こうなりますね。URI をこの鍵括弧でくくります。で、それを3つ並べて、最後にピリオドをつけると。で、これだけです。ですので、RDF は普通にテキストエディターがあれば普通に作っていくことができて、もちろん、ワープロでも何でもいいんですよ。要は文字が書ける何かツールがあれば最低限何か作っていくことはできます。で、今回はよくこれ、実はいろんな方にご質問される内容の一つとして、どうやって作ったらいいのか、 RDF をどうやって作ったらいいんですかっていうのがあって、これは結構あんまり決まった作り方はないんですね。で、もちろんこういうテキストで普通にタイプしていくっていうのは簡単な方法ですけども、大量のデータをこうやって作るわけにもいかないですので、実際には例えば初めにそのテーブル形式の情報があったり、Excel に入っている情報ですとか、リレーショナルデータベースの表に入っている情報とかをお持ちの場合には、ちょっとそこからスクリプト言語とかでプログラミングをして、こういった形式に変換するっていうことを実際は行うことが多いです。で、もちろんそれ以外にも、そういったテーブルから RDF にするようなツールっていうのは、いくつもあります。それからリレーショナルデータベースのテーブルを RDF に変換するようなツール、技術やツールもあるんですけども、ちょっと今回そういう内容についてはちょっと触れません。もしご興味がある方は後でご質問とかをください。で、今これ、
先ほどの話の中にも出てきましたけど、 N トリプルフォーマットというのはこういうもので、割と一番シンプルな方法ですね。でタートルというのはその N トリプルに、まあ、似てるんですけども、いろいろ省略して記述するやり方が導入されているのがタートルフォーマットです。で、さっきと違うところは、これがいわゆる URL とは、違う見た目になってますね。で、プレフィックスというものを定義することができて、一般にこの URL の前半部分というのは、まあ、何度も繰り返し出てきて冗長になるので、これを、省略して書くっていうことができるようになっています。で例えば、この、さっきの例、ここの例で言うと、dbpedia.org リソースの日本、ジャパンという、URI に関して、この、先頭 http からリソースというところまでを、例えばここではコロンという一つの文字に、置き換えるというような定義をしています。で、次には、次の、定義は、この http://dbpedia.org/ontology というこの、部分を、この dbpedia-aul っていう、短い文字に置き換えるというような定義をここでしています。で、この、置き換える文字の方は別に、なんかルールがあるわけではなくて、ただ、これを例えば、1文字 A でも何でもいいんですけども、まあ、ある程度その、可読性がある方が、わかりやすくなるので、まあ、ここではこういうふうに付けたというにすぎません。で、ここで、先頭にこういう定義があると、後のその三つ組みについては、その URL のプレフィックスの部分を、この短い文字に置き換えて、これは例えば、コロンジャパン。で、この場合は dbpedia コロンキャピタル。で、コロン東京。というような感じで記述することができます。で、最後にピリオドが必要になります。ただ、まあ、このように、普通にテキストとして書いていくだけのことですので、まあ、N トリプルと同じく、まあ、非常に簡単な話になります。で、そのトリプルをつなげることでグラフになるということは、先ほどの、中でも紹介されていました。で、日本の、首都が、東京ですっていうのが、どこなのかな、ここですね。この三つ組がそこになるんですけども、例えば、日本の人口は何人ですというような、情報とかがこう、順に足されていって、こう、どん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 グラフが大きくなっていくというのが RDF の狭い世界観です。で、この、今、いくつかのトリプルから作られるグラフを、タートルで書き下したものがこのようになります。で、ですね。ちなみに、このプレゼン資料は RDF 講習会のページから、リンクされていますので、皆さん、またダウンロードして後で見ていただくことはできます。で、RDF の、この目的語の部分が、URI になる場合と、リテラルになる場合があるという話があったと思いますけども、リテラルというのは例えば文字列、日付、数値のようなものですね。で、目的語の位置にしか来れません。ですので、まあ、このグラフで言うと、この、まあ、ここでは赤丸で示してますけど、この丸い URI は他の例えばこの主語、述語、目的語となった場合に、この目的語が URI でしたら、これは他の RDF トリプルの主語になることがあるので、当然このグラフはつながっていくんですけども、リテラル、文字とか、ただの文字とか、ただの数字の場合は、これを主語にすることができないので、まあ、ここで終わる。このグラフはここでは終わってしまうということですね。で、そのトリプルのリテラルの記述方法ですけれども、文字列の場合はこの引用符でくくって普通に文字を書きます。で、その文字に修飾する、その文字のリテラルの型を修飾することもできて、例えばこれはジャパンという文字列なので、XSD コロンストリングというURI でこれを修飾して、これがストリングですよっていうことを明示的に言うこともできます。さらに、まあ、この文字の内容の、が何の言語で書かれているかっていうことは、を、定義することができて、この at n って書くと、例えば、これは英語の文字ですよとか、
@JA って書くと、これは日本語の文字ですよというように、まあ、どの言語を使った文字列かということ、リテラルかということを、明示的に示すこともできます。で、次にこれは数字を記述する場合の例ですけども、例えばまあこの数字を、引用符でくくって、で、この型を、このハットハットで、型の URI をつけることで、この数字が、まあ、十進のデシマル型ですよっていうようなことが、を示すことができます。で、ちょっと注意していただきたいんですけども、この数字の場合ですね、この、修飾する型がない、なくて、かつ、この、クオートされていると、くくられていると、引用符で。これ、文字列になってしまうんですね。つまりこれは、数字ではなくて、数字か数字でないかというと、まあ、例えばこれは足し算とか引き算とかできない、ただの文字列ということになります。で、タートルの場合に、この引用符を外して、ただ数字だけをむき出しに書くと、これは数字というふうに判断されるので、その数字として、記述したいとき、修飾なしに、数字を記述したいときは、引用符をつけないでください。で、この場合は、これは、インテジャーとして解釈されます。で、小数点がつくと、フロートとして解釈されます。で、この xsd.decimal というのは、この、もう定義されている、数値型ですけども、任意の、数値型、例えばこれは DBpedia のオントロジーの中で定義されているスクエアキロメーターという単位ですけども、ご自身で作られた、型をで修飾するということも別に問題はありません。で、タートルフォーマットの、省略方法について、続きます。で、先ほど紹介した省略の方は、このプレフィックスを使って短く書くということでしたけども、次に主語の省略について紹介します。で、RDF、しばしばその同じ主語のトリプルを、が続くということがありますけども、そういった時にタートルでは、その二つ目以降、主語を省略することができます。で、どうやってやるかというと、この主語、述語、目的語と書いて、普通はピリオドで終わるんですけども、ピリオドで終わらずに、セミコロン、で終わると、次の、トリプルは主語が同じだよというふうに解釈されるので、主語を書かずに済みます。ですので、このセクションは、ずっと日本について記述して主語が日本ですので、省略、それはずっと省略して記述できます。で、その省略、次、新しく違う主語が始まるときは、セミコロンで終わらずにピリオドで終わるということになっています。ピリオドで終わると次のトリプルは、違う主語で始まる。まあ、同じ主語でもいいんですけども、少なくとも次のトリプルは必ず主語を記述しなければなりません。で、この例ですと、次のトリプルは東京が主語で、で、東京が主語のトリプルがいくつか続くので、省略されていて最後にピリオドで終わっています。よろしいでしょうか。で、次の省略ですけども、さっきは主語を省略しましたけども、今度はそのさらに述語を省略するということも、できるようになっています。で、主語とさらに述語も同じというふうな、ケースがあると思うんですけども、そういった場合にですね、例えばここですね、ラベル、この日本という、まあ、これ DBpedia の日本っていう項目の URI ですけども、それがラベルを2つ持ってますね。英語のラベルと日本語のラベルと。で、この場合は、ラベルという RDFS ラベルという述語は、同じで、リテラルの目的語の部分だけが違います。で、この時は今度はセミコロンで終わるんではなくて、コロン、カンマで終わって、で、次に、また、次のトリプルの目的語だけを書くと。で、こういうふうに、いくつでも、主語、述語が同じ場合には、目的語を、カンマで区切って、つなげていくことができます。
で、最後に次述語が変わるのでしたら、セミコロンで終わっていただく必要があって、で、次、主語も違うトリプルが来る場合は、ここピリオドで終わるというようなことになります。で、次にこれは省略の話ではないんですけども、ブランクノードの紹介をします。で、今まで出てきたトリプルっていうのは URI かリテラルでしたね。URI かリテラルがノードに来るようなトリプルでしたけども、もう一つその空白ノードっていうものを記述することができます。で、これは何かというと、URI はない。つまり、インターネット上で、アクセスする先がないんだけれども、とにかく何かノードを作りたいというときに、空白の何もないノードっていうのを定義することが許されています。で、これを例えば何で、必要になるかという話なんですけども、この例で言うと、これ日本が主語になっているときに、その人口が2つ記述されてるんですね。で、なぜ2つ記述されてるかというと、そのどの時点の人口かっていうことが記述されてるんですね。で、そのどの時点の人口かっていうことが、日本にこれ直接ぶら下がっていると区別がつかないですよね。この数字と、この数字が、ごめんなさい、これ日本じゃない、東京でしたね、失礼しました。東京の人口なんですけども、東京の人口が直接ぶら下がっていると、果たしてそれがこの2011年のものなのか、2014年のものなのかはわからないと。で、それを区別するためには、このある測定した時間と、その時の人口の数っていうものをひとまとめにして、なんか記述したいと。で、ただ、その時に、2011年8月1日の人口っていうような URL をもちろん作って、インターネットで提供するということもできるんですけども、それは結構大変面倒だったり大変だったりするというケースもありますよね。で、こういうのは例えば実験とかしていて、大量のなんか何万という、例えば遺伝子の発現量を測定したとかいう時にも、そのいろいろ遺伝子の名前とその発現の量と、例えば計測する手法みたいなものがセットになって初めて意味を持つと。で、こういった時にいちいちその何万という測定値ごとに URI を、作るっていうのもなかなか大変ですので、このデータの中だけで意味を持つ空白ノードっていうものを、導入することで、情報が書きやすくなるというようなことがあります。で、それを実際どういうふうに書くかというとですね、タートルの場合はこの鍵括弧でくくります。で、この鍵括弧の部分が、主語、述語、目的語、その最初のトリプルの主語、述語、目的語の目的語になります。この鍵括弧が。で、これは、空白ノードを意味します。で、その次の行は、この空白ノードが主語に来て、同じ主語なので省略されて、で、そのポピュレーションアズオブという、その人口を、調べた日にちが来て、で、かつ、また同じ主語が来て、その時の人口を表すポピュレーショントータルという述語が来て、で、人口が書かれています。で、最後に、その主語が終わるところで、もう一度閉じ鍵括弧を書いて、で、この場合は、この目的、同じ目的語、あ、えっと、同じ主語述語で目的語だけが変わるので、カンマで区切って、で、また、次の主語、空白ノードの主語が始まるというふうな形になります。で、この同じ、主語述語で、違う、同じ主語を、使うトリプルを鍵括弧でくくるという書き方もいいんですけども、こうやってその先頭に、もう鍵括弧のペアを書くというようなことも許されています。これはこれで空白ノードの主語を意味しています。どちらで書いても同じことになります。で、ここまでで、ちょっと早かったですけども、
タートルフォーマットの、まあ、特によく使う部分を、ご紹介しました。で以降の、説明の中では、このタートルフォーマットを、時々使っていきます。はい。で、ここからだんだんその RDF をどうやってデザインするかっていうようなところの説明に入りたいと思うんですけども、ただ皆さんちょっともうすでに、感じておられるかもしれませんけど、RDF は、非常に簡単な仕組みですよね。SPO っていうそれ以上のものはないわけです。で、ただそれで、うまく世界の情報を、まあ、つなげていくということが、まあ、できるということになっています。ただ、それは、どういうふうに RDF を書くかっていう、その作る人にの努力にかなり依存していて、当然その、どういうオントロジーを使うかとか、それからどういう、RDF のスキーマ、モデルを使うかとか、そういったところで、結局のところそのデータベース間で、まあデータとかデータベースの間で、同じ語彙を使わないと、それが、つながるということはないわけですよね。RDF のグラフがどんどんつながっていくためには、何かしらその共通の URI を使う、共通のオントロジーを使うということがあって初めて意味を持ってつながることができるというので、だから結局その仕組み、仕様としてはシンプルなんですけども、その中身をどうやって記述するかというところは、作る人が割と頭を使わないといけないということになります。で、その RDF っていうのはですね、で、その、じゃあどうやってその意味を持たせていくかということなんですけども、まあ、集合的なイメージを、持っていただくと割と分かりやすいと思うんですけども、オントロジーというものがこの集合を表しているというふうに考えてください。で、例えば、まあ、これ抽象的な絵ですけども、例えばこの集合が、例えば、まあ、我々、生命科学系のデータベースを開発している研究所ですので、具体例が割と生物系が多く、生命系の話が多くなるんですけども、まあ、例えばプロテインとかですね。あと、例えばそれパーソンとか、何でもいいんですけど、研究機関とかでもいいんですけども、そういったそのオントロジーで表される集合があって、で、例えばこれがタンパクの集合だとすると、プロテインという集合だとすると、その集合の要素は全部何かタンパク質の具体的な URI になるわけですよね。で、ここで言うと、例えばユニプロットっていうタンパク質のデータベースがあるんですけども、ユニプロットの R63015 という ID を持つ具体的なタンパク質っていうのが、要素として入っていますね。で、RDF の世界では、この集合で書かれているそのオントロジー自体も、それから中の要素ですね。それぞれが全部 URI になっているというふうな仕組みになっています。ですので、集合はオントロジーのクラストで表現されますし、集合のその要素っていうのは、まあ、インスタンスって呼んだり、個体って呼んだりするんですけども、これが実際のなんか名前のついたものですよね。で、これをその RDF、SPO で書くとどうなるかというと、その集合の要素、先ほどだとタンパク質の具体的なタンパク質は、この、例えばプロテインっていうオントロジークラスの型を持ちますっていうふうな RDF を一つ書く必要があります。これが SPO になってるわけですね。で、これをふうに、RDF を記述することで、このインターネット上にあるユニプロットのタンパク質、まあ、プロテインのエントリーがタンパク質ですよっていうことが機械にも分かるようになるっていうのが、まあ、RDF がに意味を持たせることができるっていうことの、まあ、一つの例になります。で、やっぱりどうしても人間が見ると、そのもうタンパクの情報が書いてある URI を見たら、それはタンパク質に、これはタンパク質を表してるなって決まってるんですけども、でもそれはコンピューターにとっては何の意味も持たないので、人間側が、共通に、共有しているオントロジーをちゃんと片付けしてあげるということが大事になります。
で、基本的にその RDF の世界は、必ずどの個体もインスタンスも、何かのオントロジーの、オントロジークラスのインスタンスだということに、一応なっていて、まあ、仮に、皆さんが、型をつけない、このただの SP をですね、何か、例えばある人の電話番号みたいなトリプルを作ったときに、とか、まあ、ある人の所属研究機関みたいなトリプルを作ったときに、もしこれを、まあ、もちろん型を皆さんがつけなかったら、一応その理屈上は RDF リソースという中あの、まあ、全てを表すようなものの、インスタンスというふうに解釈されるということになっています。はい。で、RDF の SP を、オブジェクトは、リテラルまたは URI、まあ、URI またはリテラルまたは空白ノードが来るというような、話をしましたけども、で、その時に、これオントロジーの話になりますけど、その述語の部分に来る、何かオントロジーですね。なんか先ほどだと、人口とか、人口を測定した日付みたいな述語が出てきましたけれども、その時に、一応リテラルが来る場合と、空白ノードか IRI が来る場合で、述語の型が違うことになっていて、IRI か空白ノードが来る場合は、オブジェクトプロパティという、タイプ、型の思った述語として定義されていますし、リテラルが来る場合はデータタイププロパティという型を持った述語ということになっています。で、後で、実際にオントロジーをどうやって作るかという、話があるんですけども、まあ、その中でこのオブジェクトプロパティとかデータタイププロパティという言葉が出てくるので、ちょっと覚えておいてください。まあ、簡単な、繰り返しますけど簡単な話で、述語を意味するあのオントロジーがあったときに、それの目的語が URI なのかリテラルなのかで違う型を持っているというだけのことです。はい、ですので、ちょっと繰り返しっぽい話になりますけども、この SP をがあったときに、必ずこの SPO それぞれが何らかのオントロジーの型を持っています。こっちがクラスでこっちがインスタンスですね。これがつくことによって、で、これも SPO、SPO。ちょっとこれ省略してますけど、述語の部分もオントロジーの型があって SPO になります。で、ですので、一つのトリプルが、まあ、書かれていたとしても、基本的にはその背景にはさらに3つの、トリプルがあるというふうに考えてください。で、データを作るときにもちゃんとこれを記述するということが意味を持たす上では大事になってきます。で、また例えばですね、これ、このトリプルはあるタンパク質がある病気を、病気に関与しているっていう、実際のデータが、まあ、これユニプロットの中にあったんですけども、例えばこれはですね、アミロイド β、A4 タンパクという、アルツハイマーを、アルツハイマーに関与していると言われているタンパクですけども、その、アルツハイマーに関与しているタンパクに対して、ユニプロットの場合は、これ、ディシーズアノテーションという、アノテーションをつき、まずそういうアノテーションを持ってますっていうトリプルを一つついて。で、そのアノテーションはどういうアノテーションですかっていうと、この病気を持って、病気に関与していて、その病気の内容はアルツハイマーディジーズ1ですよっていうような感じで、このタンパクがこの病気に関係しているっていうことを記述しています。で、その当然このアミロイド βA4 タンパクっていうのは、この URL ではこのユニプロットの P05067 というものなんですけども、これは、何かっていうことがちゃんとオントロジーで、まあ、ユニプロットのオントロジーでプロテインですよっていうことが書かれているし、このアルツハイマーディジーズの、
こうエントリーもあるんですけども、それ自体もちゃんと、ディジーズの、あるディジーズですよっていうことがちゃんとクラスとして定義されている。で、まあ、こうやってちゃんと、意味を持ったオントロジーが、型をつけてくれているおかげで、まあ、機械が、かなりオートマティックなデータ処理っていうことをすることができるようになっているわけです。はい。で、ちょっと用語の整理をしたいなと思うんですけども、これは初心者の方は特に割と混乱するなことがあるんですけども、このセマンティックウェブの世界で、割と同じ内容なんだけど、違う言葉が使われているっていうことがすごいたくさんあって、それで結構初心者がいろいろインターネット上でなんか勉強しようと思っても、わかりにくいっていうことがあるんですね。で、例えばさっきこれ出てきましたけど、URL とか URI とか IRI とか、あともうリソースとかっていうのは、まあ、もう読み替えていただいていいと思います。これ全部、大体読み替えて問題なく理解できると思います。それから、インスタンスっていうのとか、個体っていうとか、インディビデュアルっていうのも、これはもう読み替えていただいて、大体問題ないです。で、この述語っていうのも、まあ、RDEF の、紹介するときに、だって主語、述語、目的語って書くんですけども、その実際のところ述語に来るのは、オントロジーのプロパティっていうものが来るんですね。だから、そういった文脈ではだってプロパティとして書かれていて、述語っていうのが出てこないので、よくわからなくなるんですけど、プロパティっていうのは述語のことと読み替えていただいて大丈夫です。それから、オントロジーっていうのはもちろんセマンティックウェブより昔から研究されている分野なんですけども、そういったまあ、主に人工知能とかの、その知識表現とか、知識工学とか言われている分野で研究されていますけども、そういうところで、イズア関係っていう言葉が出てきます。で、このイズア関係っていうのは、RDF の世界で言うと、RDFS サブクラスオブのことですので、これ読み替えていただいて大丈夫です。で、インスタンスオブっていう関係っていうのは、RDF では RDF タイプのことなんですね。で、これちょっと、またこれややこしくしてるところなんですけども、タートルは RDF タイプっていう述語をよく使うので、これ、A 一文字、あっと省略して書いていいんですね。で、このあっていうのは、is a っていう言葉、つまり、例えば、プロテイン、ある、あ、プロテイン is a、ちょっと、プロテイン is a でおかしいです。例えば、さっきの P60 なんとかなんとかっていう、ユニプロットのエントリーは is a プロテインっていうようなふうに、まあ、英語的には解釈できるわけですけども、その is a の、シンタックスシュガーみたいな感じで a っていうのが使えるようになってるんですけども、これ結局その is a っていうのが、このオントロジー業界の is a 関係と同じなので、ちょっとわからなくなるんですけども、このタートルで a っていうのは、オントロジー業界のイズアのことではないです。これは RDF タイプ。オントロジーの世界で言うと、例えばインスタンスオブっていうように表現されているもののことを、ここではイズアって言ってますし、こっちの世界のイズアっていうのは RDF ではサブクラスオブですので、まあ、ちょっとそこ、ちょっと勘違い しがちな部分なんですけども、ちょっと記憶に留めておいていただけるといいかと思います。繰り返しになりますけども、RDEF デザインパターンの、一番重要なところは、リソースをオントロジーのクラスのインスタンスにするっていうことですね。これをしてるだけで非常にいいデータになると思います。で、次の、デザインについて、ですけども、アノテーション情報をできるだけ記載してほしいということがあります。で、結局その URI にオントロジーのクラスをつけるのは、まあ、URI、またリソースです。何でもいいんですけど、今何か記述したいものにオントロジーのクラスをつけるっていうのも意味を、明確にするためですけども、まあ、さらに人間にとってそれが何かっていうのが分かるっていうのも、実際の場面では大事ですよね。で、そういったものを全部、まあ、アノテーション情報と呼んでますけども、例えばそのあるリソースにはちゃんと RDF
ラベル、RDF、あ、ごめん、ちょっと間違いです。RDFS ラベルです。RDFS ラベルプロパティをつけて、用いてラベルをつけると。で、これがあることで、結局そこに書かれているのは人間のための文字列なので、別にそれがあるから、コンピューターにとって理解しやすくなるものではないですけども、例えば検索結果を表示するときとか、そういうデータベースアプリケーションを作るときとかに、最終的には人間に何か結果を見せなきゃいけないわけですね。で、そのときに、適切なラベルがついてるっていうことがすごく重要ですので、まあ、ラベルはつけた方がいいです。それから、人間がやっぱり読んで理解するためには、DC Terms Description とか、例えば、スコース、ディフィニションのようなプロパティを使って、説明を記述しておいていただけると、そのデータを利用する人が、その何か書いてあるかよくわかるようになる。特に、オントロジーのクラスを書くときには、こういった説明がないとですね、単にそのオントロジーを作るときに、そのオントロジーの名前をプロテインとか、パーソンとか、インスティチュート、シチューションとか、ケミカルコンパウンドとか書いたとしても、それが何なのかっていうのは、やっぱりデータ作った人にしか分からない何かになってしまうので、それが何ですよっていうことは説明した方がいいと思います。それからこれもちょっとティップス的ですけども、その、プレフィックスと、そのローカルの ID みたいなものに分けられる、URL は分けられると思うんですけども、そのローカルの ID の部分ですね、それを DC Terms Identifier プロパティを使って、リテラルとして記述しておくと、結局その、長い URI を結果表示とかアプリケーションの、なんかデータの検索結果を表示するみたいなところには使いたくないですよね。で、その部分結局はなんか切り取るっていう作業が必要になるんですけども、最初から切り取った情報もつけておいてあげると、スパークルで、簡単にその部分取り出せるので、まあこういうのつけておくとは利用するときに便利になります。はい、で、次の、デザインルールですけども、URI のデザインをちょっとちゃんと考えた方がいいということですね。で、できるだけ将来にわたって変化しない URI がやっぱりいいとされています。で、あとそのよくあるパターンとして、その CGI の引数を取るような URI が使われていることが多いんですけども、それは、あまり使わない方がいいですね。なんかこう、ハテナマークがついて、なんか、プログラム名が書いてあって、引数が書いてあるみたいな URI はよくあると思うんですけども、そういったその、なんか、動的に結果が、返ってくる結果が変わってくるような、URI は使わない方が、基本的にはいいとされています。ただ、一方で、その既にあるデータベースが、そういった、URI しか提供してないということもあるので、まあ、使わざるを得ないケースもあると思うんですけども、まあ、ご自身が提供しているデータベースでしたら、それはちょっと、HTTP のコンフィギュアを変えることで、よりレストっぽい、URI に変えるということもできると思うので、まあ、できるだけこういったような、レストっぽい、URI を使う方がいいと思います。あと、よくあるパターンでデータベースのバージョンとかですね、日付などが、なんか途中に入ってたりするような URI あるんですけども、そういったもので RDF を作ってしまうと、それ、第三者が使った後に、そのデータベースのバージョンが上がったり、日付が変わったりしたものがリリースされると、もうその時点でその2つのデータは繋がらなくなってしまうので、できれば、まあなんか事情がなければ、その、最新版、例えば最新版の、URI はバージョンとか日付がないものを使うことにして、その、まあ、あまり、利用者が努力しなくても、その、リンク状態が維持されるような URI にしておこうがいいと思います。あと、これもちょっと難しい問題なんですけども、最近その HTTPS に移行していて、HTTP と HTTPS を使った URI が、まあ、両方使われてるんですね。で、後で、紹介す、後の講義で出てくるそのスパークルっていう、RDF の検索言語がありますけども、そのスパークルは基本的にその文字列が完全に一致するときに同じノードだとみなすので、この HTTP と HTTPS が違うだけで、つながらなくなってしまうんですね。
で、これをどっち使うかって別にルールはないんですけども、ちょっとデータ作られるときに、まあ、気をつけていただいて、まあ、なんか、自分のデータの中で一貫性を持たせておく方がいいと思います。あと、そのティム・バーナーズ・リーさんが、最初に提唱したんだと思うんですけども、その、クールな URI は変わらないってこれですかね。その、クール URI っていうその、まあ、ドキュメントがあってですね、いい、セマンティックウェブに、いい URI は、これがかっこいいんだよっていう、ドキュメントがありますので、一度、見ていただけると、非常に参考になると思います。で、次のそのデザインパターンですけども、ステートメントに注釈を加えたい場合。これはですね、まず、RDEF は SPO なので、割と簡単に、まあ、作り出すことはできるんですけども、この SPO って書いた後に、この、そもそもこの SPO に対して何かを述べたいくなることがあるんですね。すぐ出てきます。でそうしたときに、これ、P、まあ、なんていうんですかね、この SPO っていうまとめたものに対して、何かを言うっていうのが割と初心者の方はどうしていいんだろう、どうしたらいいんだろうって悩むところなんですけども、一つのやり方としてそのレイフィケーションっていうやり方があります。で、日本語でこれ具体化って言ったりするんですけども、この SPO そのものを一つのなんかまとまったものとして記述する方法が準備されていて、まあ、仮にその SPO がこの SPO というトリプルで書かれていて、これちょっと間違いですね。これはコロン。セミコロンでなくコロンにすべきです。で、SPO っていう書かれていたときに、これを、RDF ステートメントの、インスタンスですよっていうふうに定義して、その RDF ステートメントは何かというと、この RDF サブジェクト、RDF プレディケート、RDF、また間違ってます、ね。RDF、あ、しかもこれ間違った。ごめんなさいね。RDF プレディケート、RDF、これオブジェクト、後で資料を直しておきます。RDF オブジェクトっていう、述語を使って、このそれぞれの SPO の内容をここに書く。つまり、この SPO3 つが揃えば、必ずこの RDF トリプルっていうのは1位に決まるので、この、ブラン、この場合空白濃度が主語で、サブジェクト、プレディケート、オブジェクトっていう、プロパティを使って、それぞれの SPO を目的語に書くことで、この一文を、曖昧性なく表現することができます。で、それを使って、それが、例えば、まあ、ここに適当に EX、アノテーションという述語を使いましたけども、このトリプルの対して、例えばアノテーションをつけるとか、これは、いくら羅列してもいいんですけども、必要な情報をさらにつけていくと。いうふうな形で、これに注釈をつけるということはできます。ただですね、わかりにくいですよね。で、なんかトリプルも数も増えます。ですので、どっちが楽かというと、私はこちらをお勧めしたいんですけども、もうこの SPO の、これをに注釈をつけたいような時には、もうこれを P を述語にしないで、何らかのちゃんとリソースとして、定義して、で、それらに対して、それの主語に当たるものは何、オブジェクトに当たるものは何っていうふうに、で、アノテーションは何っていうふうに書いていくっていう方が、使いやすいと思います。で、まあ、具体例をちょっと出して説明しますね。タンパク質相互作用の情報を記述したいと。で、あるタンパク質 A と B が結合しますっていうときに、このプロテイン A binds プロテイン B っていうふうにパッと思いつくと思うんですね。トリプルとして。ただこうすると、この A と B が結合するときに、例えばどういった条件で結合するのかとか、これが結合することを研究した論文は何なのかとか、いろいろ書くのが難しくなりますよね。で、こういったときにさっきのソリューションを使うと、もうこのバインドっていうプロパティを作るのはやめて、その代わり、このプロテイン、例えばプロテインインタラクションというオントロジーを作って、このプロテインインタラクションの何か、インスタンスを作ります。で、これはもちろんブランクノードでも構いません。で、そのあるプロテインインタラクションがあったときに、それの、それの
まあ、2つ、インタラクションの場合必ず2つタンパク質が登場しますけども、そのインタラクションに関わっているタンパク質は、このプロテイン A とプロテイン B ですよっていうふうに書いて、で、例えばそれの、まあ、乖離定数みたいなものが記述したいのであれば、そこに並べて、このプロテインインタラクションの乖離定数はいくらですよとか、このプロテインインタラクションを調べた文献はこれですよ、みたいな感じで、必要なだけ、関係するトリプルをつなげていくと。例えばこういうことですね。こういうふうに書くことで、レイフィケーションを使わずに、そう、関係性に対して情報を追加していくことができます。で、はい、次のデザインパターンですけども、これはちょっともう、ちょっとバイオに特化した話になりますけども、ゲノム座標にアノテーションを記述するという話の例ですね。で、例えば、人のリファレンスゲノムがあったときに、そこには例えばいろんなとこ、遺伝子がここにありますよとか、例えば変異がどこにありますよとかいうことを記述するっていうのがあるんですけども、そういったそのゲノム座標に注釈を記述するためのファルドオントロジーというものがあって、こういったその決まったパターンで、ゲノム座標にアノテーションするということになっています。これがちなみにその何か、まあ、ここで言うと、このゲノムがあったときに、ゲノムの座標がまあ3番、4番、5番、6番だって、実際の塩基が CTAC であったときに、この CTAC に対して何か記述したいときに、この CTAC を表すものがまあこれになりますね。で、この CTAC がファルドロケーションっていうものを持っていて、そのファルドロケーションっても、の目的語はファルドのリージョンっていうものになります。で、このファルドリージョンが3から6のリージョンを表しているので、ファルドリージョンはファルドビギンとファルドエンドという、プロパティを持つことができて、で、このファルドビギンにファルドポジションという次の、リソースが来ます。で、このファルドポジションが実際のポジションとファルド、リファレンスというので、そのどのゲノムのポジションなのかっていう、そのリファレンスゲノムの、URI を指すようなプロパティがあるんですけども、この2つを組みにすることで、1位にどのゲノムのどの場所かっていうことが記述できるということになっています。で、まあ、この定型パターンがあって、で、例えば EBI のアンサンブルですとか、日本の DDBJ ですとか、ユニプロットですとか、みんなその生命科学系のなんか、ゲノムとか、タンパクとか、こう、シーケンシャルに、文字列が続く、ような分子の座標を記述するのは、この仕方、パターンを使っているので、この記述をすることで、相互に、同じ、ゲノムの、同じ場所のアノテーションを違うデータベースで共有したり、することができるようになっています。で、はい。で、次のデザインパターンですけども、単位のついた、まあ、科学のデータを記述するときは、単位のついた値を記述するっていうのがありますけども、これもその単位のついた記述、値を記述するのに、ちょっとブランクノードを、導入する必要があって、で、これは、我々が出している RDF ガイドラインっていうので推奨している記述方法なんですけども、この、なんか S というものが、ある測定値を持っているときに、この作用というオントロジーの、ちょっと記号ですけど、作用の000216っていうプロパティを使って、これは、ハズメジャーメントバリューっていうプロパティになります。で、これが、測定値を持っています。その測定値は何ですかっていうと、この作用ハズバリューっていうのと、作用ハズユニットっていう2つのプロパティを使って、この作用ハズバリューの方に実際の数値を書きます。で、まあ、その数値にもちろん、フロートとかインテジャーとか、型を、数値型をつけることももちろんできます。で、このハズユニットの方には、それが何の単位なのかっていうことを書きます。で、ユニットオントロジーではないな、ユニットオブメジャーメントオントロジーっていう、オボのオントロジーがあって、そこに、例えばキログラムとか、センチメートルとか、なんか、そういった単位を集めたオントロジーがあるので、そういったものを使って、その単位付きの数字を記述するっていうのが、まあ、いいのではないかというふうに、推奨しています。で、こういった例えばその、値を書く、プロパティとか、単位を
書くプロパティっていうのは他にもあるんですね。だからその大事なところは、同じプロパティを使わないと、まあ、クエリを書くときも、データベースを統合するときも、うまくいかなくなるので、まあ、できれば、こういった形で揃えていただくと、いいかなと思います。で、はい。で、これは多分デザインパターンの最後のメッセージなんですけども、オントロジーをやっぱ適切に使うということですね。で、やっぱりオントロジーをちゃんとデータに対してつけることで、より良いそのデータ統合が行えると思っています。で、ただ、これはやっぱりそんなに簡単な話ではないですね。で、ここはちょっと tips なんですけども、まず注意点ですね。特にこれちょっと初心者の方によく見られるんですけども、クラスとプロパティを間違えて使う方が結構おられます。で、ラベルを見ていて、まあ、例えば、ポピュレーションっていうラベルを見て、で、あ、これ、ちょうどポピュレーションについて記述したかったから、このオントロジー使おうと思って、それをクラスとして使ったら、実はそれプロパティなのでしたとか、その逆パターンとかっていうことがあって、オントロジーのそのラベルだけ見て中身を判断すると、ちょっとそういう危険があるので、ちゃんとそのクラスかプロパティかっていうのはまず間違えないようにした方、してください。で、これも同じようなことになるんですけども、ターミノロジーとオントロジーはやっぱ違うんですね。ラベルに書かれているものっていうのは、あくまでも、あるオントロジーが、のクラスが表しているものに対する、まあ、ラベルみたいなものですので、クラスの名前とかラベルだけで内容は判断しないと。で、ちゃんと例えば定義が書かれている場合だと、それは、その定義をちゃんと見るとかですね。あと、オントロジーは必ず階層関係があるので、その上位、上のクラスや下のクラスにどういったものが登場しているかっていうことが、分かると、すごいなんかナンセンスなオントロジーを使うということには なりにくいかなというふうに思います。で、実際そのオントロジーの探し方なんですけども、これあんまりいい方法ないんですけども、これは先ほど紹介あったと思いますけども、その生命科学系のオントロジーはこのバイオポータルっていうサイトがあるので、こちらを使うのが一番いいかと思います。で、この今月の時点で、818の生命科学、主に生命科学系のオントロジーが収録されています。で、こちらのね、ファインダーオントロジーっていうところで、オントロジー、そのセットの、この818のオントロジーの名前を検索することができます。で、こっちのその、クラスの検索の部分は、実際にそのオントロジーの中にどういうクラスがあるかっていうのを、まあ、文字列で検索することができます。で、残念ながら、プロパティを検索するという方法がないんですね。で、RDF を作るときには、やっぱりプロパティを見つけなきゃいけなくなることが多いんですけども、これはやっぱりちょっと難しいところで、初心者の方がやっぱりちょっと悩むところですね。で、それと、もう一つ言いたいことは、欲しいプロパティが結果的にないっていうこともすごく多いです。で、もう一つ、これは、リンクとオープンボキャブラリーズというサービスがあります。で、これは生命科学に特化しているものではないので、生命科学系の語彙も入ってるんですけども、今月時点で、まあ、様々なオントロジーが、695法に収録されていますので、ここで検索するっていうことも、まあ、いいかと思います。ただ、ちょっと少し、オブソリートになっているオントロジーとかも多いような感触はあります。で、生命科学系のものは、まあ、バイオポータルを使うことで、クラスは比較的、まあ、探しやすいんですけども、それ以外の、まあ、一般的な、まあ、メタデータを記述したり、アノテーションしたりするような、オントロジーとして、まあ、ちょっと主要なものだけここに紹介させていただきました。まあ、まずこの辺を当たるだけでも、一般的な語彙は割と見つかるかなと思います。はい。で、ここまででデザインパターンの話は以上なんで終わるんですけども、ここまで何かご質問とかあるでしょうか？じゃあちょっとささっとやっていこうと思います。で、これただですね、
オントロジー作成の方法として、この先ほど紹介だったプロテジェをちょっと紹介したいんですけども、できればハンズオン的にやりたいと思っています。で、これ、このサイトからダウンロードしてインストールすることもできるんですけども、もしかすると結構ネットが重い感じがしているので、USB メモリーをいくつか用意しています。で、ちなみにこのプロテジェっていうのは、スタンフォード大学で開発されている、多分最もよく使われているオントロジーエディターで、なんか現時点で、登録しているユーザーが36万人ほどいるというようなソフトウェアになります。で、これダウンロードするときに一応、ユーザー情報を登録することになってるんですけども、実はその登録しなくてもダウンロードができるので、実数はもっと多いんじゃないかなというふうに思います。じゃあちょっと進めますね。で、今回その例題として日本酒のオントロジーを作ろうと思います。で、ちょっと大体オントロジーのことを勉強しないといけない。オントロジーエディターの使い方を勉強しないといけないのに、その記述する内容が、例えばこう、バイオロジーのなんかちょっと専門的な内容とかだと、そっちの理解もしないといけなくて、ちょっと大変になっちゃうので、ちょっと比較的、もちろんこれだって、知らない方には難しいかもしれないですけども、はい、比較的一般向けの、テーマをちょっと選んでみました。で、ここでやろうとしているのは、日本酒のその種類がありますよね。純米大吟醸とか、本醸造とか。で、それは特定名称酒というもので、酒税法とかで決まっているんですけども、こういったその割と定義が明確なものはオントロジー化しやすいということで、こういった、ものを選んでみました。で、例えば、ご存知の方も多いかもしれないと思いますけども、純米大吟醸って言われるものは、まずこの材料として、水と米と米麹だけが使われていると。で、かつ、醸造アルコールの添加はない、なし。で、吟醸作りという作り方をして、かつ、精米部合が 50% 以下。こういう条件を全部満たしたものが初めて吟米、純米大吟醸と名乗ることができます。ちなみに実際はもうちょっとなんかいろいろあるみたいで、米のその等級、クオリティが一定以上で、あるとか、この、吟醸作りの結果、非常にその高いクオリティを持っている必要があるとか、なんかいろいろあるようなんですけども、ちょっとここは練習ですので、ちょっとシンプルにここに書かれていることだけで、オントロジーを作っていきたいと思います。はい。で、まずその、オントロジー IRI、そのメイン、このオントロジーを作る URI を設定しないといけません。で、プロテジェをこう、ダブルクリックして起動していただけますか。多分、起動するとこういう画面になるかなと思うんですけども、ただこれMac 版でちょっとスライドを作っているので、まずそこで見た目が Windows の方とはだいぶ違うのかなっていうのと、そもそもが、もし僕 Windows 版で起動したことがないので違う見た目になっていたら大変申し訳ないんですけども、いかがでしょうか。これをダブルクリックして起動できたでしょうか。ちょっと Mac でされてる方は、そういうネットから取ってきたソフトウェアとかを起動するときに、そのちょっとセキュリティ上の文句を言われるかもしれません。で、そのときにコントロールパネルの中でちょっと許可を出さないといけないと思います。はい。で、起動します。で、まずそのオントロジー IRI に、このオントロジーのベースとなる IRI を設定する必要があります。で、ここなんですけども、ここにその自分がオントロジーを作る URI を書くと、以降、その URI の中で、オントロジーが作られていきます。で、これ別に今、架空のオントロジーなので、どこで適当に、ホゲ .org でも何でもいいんですけども、一応ちょっとそれっぽく、今回はこの http://
purl.jp という、これ今 NBDC が管理しているパーシステント URI のサービスですけども、それの bio10、これ DBCS が使っていい URI なんですけども、bio10、この酒オントロジーとして酒 O という名前を付けていますけど、これを、オントロジー IRI にしました。で、まあ、思いつかなかったり、こだわりがなかったりするのでしたら、別にこれをそのままここに入力していただければいいかと思います。はい。で、ちょっとまあ、時間の関係もあるので、まあ、あまり皆さんを全員を待つっていうのはちょっと厳しいかもしれないので、適当に進めていきます。で、次にクラス、最初にクラスを作成するやり方を紹介します。で、クラスを作成するのは、この、クラシズっていうタブがあると思うんですけど、ここを選択してください。そうすると、このなんかちょっと黄色っぽい色のついたウィンドウが並んでいるビューが見えると思います。で、これまっさらな状態で何もないオントロジーですけども、で、必ずそのアウルオントロジーはこのアウルシングっていうのにクラスをぶら下げて作っていくことになりますので、まずここを選択しますね。で、このアウルシングをクリックして選択する。で、その上にこの3つ、クラスを新しく作るボタンがあります。で、この、まあ、一番左端のやつを使っていただきたいんですけども、これはこのアウルシングの下に階のクラスを作成するためのボタンですね。で、隣のやつは、兄弟クラスですね。同じ、選択したクラスと同じ階層に新しいクラスを作るのがこのボタンになります。ただ、このアウルシングの同じ階層に別の、独自のクラスを作るっていうことはできないので、この今一番最初の場合はこっちしかアクティブになってないと思います。あと、その作った、クラスを消去するとき、削除するときは、このクラスの削除っていうボタンを使うことで、削除することができます。で、このクラスを作成しますので、これを選んで、このボタンを押します。そうすると、こういったダイアログが出ると思います。で、ここに、そのオントロジーのクラスの、名前を記述して、で、ここにそれに対応する IRI が、入力されるんですけども、もしくは入力するんですけども、その前にですね、この New Entity Options っていう、ボタンがありますけど、これを入力する前に、ここをクリックして、まず設定をちょっと確認したいと思います。であれクリックすると、こういう新しく、オントロジーの、エンティティを作るときの設定みたいなものができる、なんていうのかな、画面が出てきますけども。で、いろんなやり方がありますけども、ここでは、まず、ここに IRI を、設定しますね。我々はこのさっき入力した http://purl.jp/bio/10/sake-o という、URI の下にクラスを作っていきたいので、ここ IRI を入力します。で、この後に、スラッシュで、ID をつけていくのか、ハッシュで、シャープでつけていくのかっていうことが選択できて、これはもちろん個人の選択なんですけども、仮にここではスラッシュを選びます。最後スラッシュつけなくていいですから、こっちはスラッシュつけないで、スラッシュをつけてください。で、まず、このオートジェネレーテッド ID っていうのをつけると、この下の設定ができるようになって、で、このオートジェネレーテッド ID の設定は、例えばですけど、ここで私は、ローカル ID のプレフィックスとして、SKO という、SKO アンダーバーハイ、アンダーバーというプレフィックスを設定しました。で、これやっておくと、必ずクラスを作るたびに必ずこのプレフィックスがついた新しい ID が生成されます。で、このデジットカウントで、よくオントロジーの、クラスの ID のパターンとして、なんかプレフィックスがあって、なんか000101みたいな、先ほども採用でそういう000216みたいなのがあったと思うんですけど、桁数ですね。桁数を揃えた方が見やすいので、0詰めで、数字が発行されるんですけども、
その、何桁使うのかっていうのをここで、デジットカウントというところで定義ます。ここでは、5桁の数字を使うことにしました。で、あとその、ID 何番から始めるかっていうことですね。で、まあ、なんかこだわりがなければ1から普通にもう機械的に発行すればいいと思うので、1から始まって、まあ、一番、5桁で一番大きいのは、99,999 ですので、まあ一応このエンドを、入力しました。で、ここはそのニューメリック、イテレイティブでいいと思います。で、これだけ、こういった設定をされている状態で、OK すると、次からこの状況で ID が作られていきます。で、これを入力して OK をしますね。そうするとさっきのそのクラスを入力するダイアログに戻るんですけども、で、ここで、仮に、まあ、一番最初にその酒を表すオントロジーとして酒っていうのを入れます。で、そうすると、この IRI の方は、設定に従って自動的に生成されて、この設定したプレフィックスに、スラッシュ SKO アンダーバーで00001っていう IRI が作られます。で、この酒の方はですね、RDFS ラベル、このオントロジークラスのラベルとして利用されることになっています。先ほどの設定画面でそういうふうに設定されていました。で、言語は、デフォルトでは英語が設定されています。よろしいでしょうか。はい。まあ、これ、酒って入れるとこれが出てくるので、OK をします。そうすると、この、初めての新しいクラス、酒が、rsing の下にできました。はい。で、このクラスに、まあ、いろいろ情報を、アノテーション情報とか、あと、オントロジーの、まあ、アキシオムって言ったりするんですけど、このクラス自体がどういった、まあ、論理的にどういう特徴を持っているのかっていうのをここで記述していくんですけども、まず簡単なところから、このアノテーションを記述、追加していきたいですよね。で、アノテーションビューっていう、ここの、まあ、多分この右上にある部分で、それを行います。で、そのアノテーションビューで選択しているクラスのアノテーションを追加するには、このアノテーションのプラスアイコンを押すことでできます。すみません。ちなみに、この、まず、酒っていうクラスを作った時点で、こういった、裏ではこういった RDF が生成されていますね。よろしいでしょうか。この、SKO00001 は、まあ、AURのクラスですよと。で、そのラベルとして、英語の酒っていうものがついています。はい。で、ちょっと順番前後しちゃいましたけど、このオントロジーにアノテーションつけるために、このプラスボタンを押します。そうすると、こういったアノテーションを追加するためのダイアログが表示されます。で、ここに、そのアノテーションに使える述語の一覧、プロパティの一覧が並んでいるので、どのプロパティ、T を使って、アノテーションするかっていうのを選べます。で、まあ、仮にここでは、もう一つその RDFS ラベルを一つ追加したいので、まずこのラベルを選んで、で、ここで、その目的語に何を書くかっていうことを書くんですけども、この場合、日本語のラベルを追加したいっていうので、リテラルのタブを選んで、日本酒という値を入れると。で、日本酒って入れて、で、ここで多分、デフォルトでは英語の EN になっていると思うんですけど、これ日本酒なので、日本酒っていう、日本語のラベルなので、で、残念ながらその日本語はデフォルトの選択肢ないので、普通にこれ JA と入力してください。そうすると、日本語の、言語タグがつくようになっています。いいでしょうか。プロパティを選んで、目的語を記入して、言語を選んで、で、OK ボタンを押します。はい。で、OK ボタンを押すと、このアノテーションのビューの中に、ちゃんと日本語のラベルが追加されたと思います。で、この時点で、まあ、背後ではこういった RDF が生成されていて、まあ、ラベルとして、英語の酒と日本語の日本酒っていうのが今追加されています。では次に、別の、アノテーションを追加する練習をしましょう。で、
シノニムを追加したいっていうことはあると思うんですね、よく。その、まあ一般的な呼び方以外によく使われている別名っていうのがあることはあると思うんですけども、まあ例えばなんか生き物だとアラビドプシスサリアナっていうのがあるけど、それが白犬ナズナだったりペンペングサだったりしますよね。そういうのをつけたい、辞書的につけたいとかいうときに、シノニムをつけたいんですけども、そのシノニムラベルを記述するためのプロパティとしてよく今使われているのがスコースっていうオントロジーの、オルタナティブラベルの省略でこのアルトラベルっていう名前のプロパティがあるんですけど、アルトラベルプロパティっていうのをよく使います。で、ただ、このプロテジェのデフォルトに、スコースの語彙っていうのは選べない、ないんですね。で、これどうしたらいいかというと、使いたいオントロジーファイルをここに、インポートすることができます。ので、そのインポートとのやり方を今から説明しますね。で、はい。まず、この元の画面、今、クラスを編集してたので、このクラスタブを押してたと思うんですけども、もう一度、このアクティブオントロジーっていう起動した時に出てたタブを押していただきます。そうすると、このなんか紫のバーの画面が出てくると思うんですけども、このアクティブオントロジーを選んで、で、その下にインポートをするためのビューがあるので、で、ここのデータインポートタブっていうのを、まあ選択して、まあ選択されている状態だと思うんですけど、選択して、で、かつ、その中のオントロジー、あ、データインポート、インポーツっていうの、項目のプラスのアイコンをクリックします。そうするとですね、こういった画面が出てくると。で、ここから、今、外部にあるオントロジーのファイルをここにインポートすることができるんですけども、このコンピューターのローカルにファイルを持っている場合だと、この最初のインポート、オントロジー、コンテインドインのスペシフィックファイルっていうのをチェックすればいいんですけども、今皆さんのスコースをローカルにお持ちでないと思うので、このネット上から取ってくるっていうこともできます。で、その場合はこの2つ目のメニュー、選択肢をチェック入れて、で、これはドキュメントロケーテッドオンザウェブって書いてますけど、そこから取ってくるっていうことですね。で、今回はそのネットから取ってくるので、2つ目にチェックを入れて、で、コンティニューします。はい。そうすると、そのオントロジーがネット上でどこにあるかっていうのを記入するダイアログが出てきますので、記入します。で、スコースはですね、この URI から RDF ファイルが取ってこれるので、http://www.w3c.org/tr/scores-reference/scores.rdf っていう URL を、まあ、間違えないようにここに記述してください。ちょっとこれ入力したい方がおられると思うので待ちます。で、まあ、入力できた方は、このコンティニューボタンを押してください。そうすると、ネットから取ってきて、インポートを始めます。じゃちょっと進みます。コンティニューをすると、こうやって、インポート完了しましたよっていうのが、ネットが遅くなければすぐ出ると思うんですけども、大丈夫ですか？はい。そんなに、大きいものではないので、大丈夫かと思います。で、インポート完了したら、最後このフィニッシュボタンを押します。はい。そうすると、このアクティブオントロジーのビューの中で、このスコースがインストールされ、インポートされましたよっていう表示が出ていると思います。で、これが出ていれば、完了しているので、このクラシーズタブをまたクリックしてください。そうすると、クラスの編集のビューがまた出てくると思いますけど、それで、先ほどのように、そのアノテーションのプラスボタンを押してアノテーションを追加します。そうすると、このアノテーションを追加するビューの中で、さっきよりもちょっと語彙が増えてると思うんですけども、ただ、あれですね、スコースの語彙が結構隠れているんですね。このノートっていうところと、RDFS ラベルっていうところの解の、語彙として定義されているので、この三角形をちょっとクリックすると、解の語彙が見えるようになると思うので、これちょっとクリックしていただくと、
するとここに、さっき紹介したオルタナティブラベル、スコースアルトラベルっていう述語があると思います。で、まあ、この述語を選んで、で、例えば、まあ、今、日本史のクラスだったので、日本語の別名として、聖書っていう、例えば文字を入れて、で、ちょっと隠れちゃってますけど、まあ、言語タグはさっき日本語にしたらそれが残っているので JA になってると思いますけど、まあ、日本語でなってることを確認して、で、OK ボタンを押すと、アノテーションが新しく追加されると思います。で、もう、一気にいくつか入力した結果を出してますけども、この例ですと、まあ、英語の酒と日本語の日本酒。で、英語、アルファベット表記で、シノニムとして、日本酒、清酒、酒、みたいなのが、いくつか、入力された状態になっています。で、それと、ここでは、別のアノテーションとして、C オールソーとして、なんか、その参考になるような URL を追加しています。で、この場合は、ウィキペディアの、日本酒の、まあ、英語のページを、一応参考リファレンスとしてつけてみました。まあ、こんな風に自分がつけたい、アノテーション情報、メタ情報をどんどん追加していくことができます。はい、で次に、プロパティの作成方法を紹介しますね。で、もうちょっとクラスを一回体験するとなんとなく推測がつくと思うんですけども、プロパティはまたプロパティ用のビューがあります。ただ、これデフォルトの設定でちょっと、探しにくくなっているんじゃないかと思うんですけど、このエンティティっていうタブをクリックしてください。そうすると、その中にさらにいくつかのタブが表示されると思うんですけど、その中のデータプロパティ、何かな、データプロパティハイラキーというタブをクリックすると、この緑色の、ビューが出てくると思うんですけども、この緑色のビューがデータタイププロパティを定義するためのビューになります。よろしいでしょうか。で、ここで、例えば例として、米の精米具合を、記述するためのプロパティとして、ライスポリッシングレーシオというプロパティを追加しようと思います。で、クラスと同じように、この、最初、なんだったかな、アウルトップデータプロパティっていう、ものが、一番上に定義、もう初めから定義されてるんですけど、そこを選んで、で、その階のプロパティを、定義するボタンを押すとですね、ダイアログボックスが出てくるので、そこで、入力していくんですが、ちょっと気をつけていただき、ここでまた別の注意点があるんですけども、これはもちろんデザインの問題なので好き好きですけども、クラスの方は、なんか機械的な SKO00100 みたいな数字を使って定義していましたが、プロパティまでそれをすると、ちょっと可読性が著しく下がるので、プロパティはちょっと英語的なラベルを、もう英語的なものをそのまま、ID として使うというやり方もよくされていますので、ここではそれを採用してみたいと思います。で、ですので、この、追加ボタンを、押してクリックしてから、また設定画面を出せると思うので、そのオントロジーの IRI の、設定画面ですね。で、さっきはそのオートジェネレーテッド ID でしてたと思うんですけど、今度はそのユーザーサプライドネームに変えてください。そうするとこっちがグレーアウトして、自動的に IRI が出なく、勝手に ID 発行はされなくなります。で、ユーザーサプライドネームに選んでおいて、で、再度、この画面に戻りますね。で、ここで、ライスポリッシングレシオっていう、ラベルを入れていくと、それがそのまま、IRI としても使われるようになります。あ、ただですね、ちょっとこれ、なんか失敗した気がするんですけど、これ、大文字のライスになってますね。で、これはもちろんルールではないんですけど、一般的に、クラスは大文字で始めて、プロパティは小文字で始めるっていうのが一般的なルール、習慣なので、これは、小文字で始めた方がいいです。はい。
で、こうやって入力して、OK ボタンを押すと、ここに、で、これちょっと、スクリーンショットの、撮り方の問題で、さっき大文字になってましたけど、これちゃんと、小文字で作っております。ライスポリッシングレシオっていう、プロパティができたと思います。で、このデータタイププロパティで、次に、オントロジーのプロパティには、ドメインとレンジっていうものを定義することができて、それは、あるプロパティの主語にどういうクラスが来て、目的語にどういうクラスが来るのかっていうことを、定義することができます。で、そういった定義をするのが、この、ちょっと隠れちゃってますけど、このディスクリプションっていうか出てるこの部分ですね。この部分に、レンジっていうのがあると思うんですね。で、このレンジっていうところのプラスをクリックすると、これデータタイププロパティなので、データタイププロパティなので、必ず目的語が、リテラルになるんですけど、そのリテラルの型が何かっていうことを定義することができます。もちろん、リテラルに、あらゆる型を取ってもいいとされ、どんな型でも来てもいいっていうプロパティを作る場合は、これ選ばない方が、選んだらダメなんですけども、この場合は、米の精米具合なので、十進数を表す XSD デシマルっていうのを、私は選んでみました。はい。で、これと同じ要領で、ドメイン、主語に来るものも、ちょっと隠れちゃってますけど、この部分ですね。これかな？これか。ドメインインターセクションって書いてあるかな？ドメインズっていう、ドメイン情報を入力する、機能があるので、ここでまたプラスボタンを押すと、このオントロジーエディターが、から、選べる、クラスの一覧がこの表示されるので、で、この、あ、すいません、違いますね。ドメインとして、いろいろなものが選べるんですけど、今はクラスハイラーキーっていうタブをクリックしてください。そうすると、このオントロジーで使えるクラスが全部閲覧できるので、今のところ作ったのが酒一つなので、この酒を選んで、OK を押すと、このライスポリッシングレシオっていうデータタイププロパティの主語は酒のクラスになって、述語はXSD デシマルになります。はい。これが選んだ結果ですけども、はい。このようにドメインにはドメインとしてはドメインとしては必ず酒クラスのインスタンスが来ます。で、レンジとしてはデシマルの型の数字が来ますということがここで明示的に定義できました。で、さらに、ちょっとここにファンクショナルっていうのがあって、これはファンクショナルプロパティっていう、また、R の、公理がある、あるんですけども、これはファンクショナルプロパティっていうのは必ず1位の、目的語を取るものをファンクショナルプロパティっていうんですけど、これ実際、ある日本酒の、精米、レベルは必ず1位に決まりますよね。ある時は50%。ある特定の日本酒の銘柄だったら、ある時 50% になって、ある時 60% になることはないので、これはファンクショナルプロパティとして定義したらできるので、これはチェックつけておきます。と、このようにして、プロパティを追加していくこともできます。で、今はデータタイププロパティでしたけども、ちょっと資料は作ってませんが、オブジェクトプロパティですね。目的語が URI の場合のプロパティは、このオブジェクトプロパティーズというタブをクリックしていただいて、で、あとはほとんど同じように、定義していくことができます。で、ここまでは割とそのグラフィックユーザーインターフェースを使って定義できる話が中心でした。ただ、もっとその、複雑な、ロジックでこのクラスを定義したいというような希望が出てくると思うんですね。で、その前に、それを GUI で全部やるっていうことができなくなっていて、先ほどのクラスハイラーキーっていう、先ほどこのクラスハイラーキーっていうタブを選んで、マウスで使いたいクラスを選んでましたけど、複雑な、定義がしたくなってくると、このちょっとクラスエクスプレッションエディターっていうタブを選んでいただいて、その中、論理的な記述をここにしていく必要があるんですね。で、その
記述方法としてマンチェスター記法とかマンチェスターアウルシンタックスと呼ばれている記法を使ってちょっと記述しないといけないっていうところが、まあ面倒な、あ、ちょっと難しいところがあるんですけども、まあ慣れるとそんなに大変ではありません。で、例えばですけど、さっきちょっと大吟醸とかの話をしてましたけど、これは例えば特別純米酒っていうのを、クラス氷として定義したいときに、まあ、どんなふうに記述するかというと、これはマンチェスターシンタックスです。で、まあ、ハズイングレディエントというオブジェクトプロパティをちょっと定義しています。で、ハズイングレディエント、こういった成分を持ってますよって、それは何かというと、とにかくなんか米、何らかの米を、成分として持っている。かつ、麹米を成分として持っている。かつ、水を成分として持っている。かつ、で、この次の条件は、スペシャルブルーイングメソッドっていう、これは、もうこれも酒税法の中で決まっているんですけど、スペシャルブルーイングメソッドを使って作られているか、または、精米度合いが、60% 以下のデシマルですよ、と。っていうのが、アンド条件でつながっているようなものが、特別純米酒ですよということで、アウルイクイバレントクラスっていうもので定義しています。で、まあ、これ結構やっぱり初めて見た方はちょっとこれ、なかなかわからないと思うんですけども、ただこれを記入すると結局そのオントロジーエディターは RDF にするんですけども、これを例えば RDF にすると、まあ、これだけ長い氷を書いたことになるんですね。で、これをちょっと手書きするっていうのも、まあ、もちろん慣れてる人はこれもできますけども、結構しんどいですので、まあ、これ、記法を覚えると楽にこういうのが記述できるようになります。で、こういうのを使うと、その、後で、例えば、お酒のデータベースを RDF で作った場合に、例えば、それが特別純米酒であるかどうかっていうのを、先ほど山本さんが紹介してくれたような推論みたいな仕組みを使って、クラス分類をしたり、もしくはその記述になんか矛盾があるんじゃないかっていうことをチェックしたりっていうようなことができるようになります。で、まあ、これぐらいできるようになると、ほぼ、オントロジーの定義という意味では、大体すべてできるように、アウルオントロジーの定義っていうのはすべてできるようになっている状態じゃないかなと思いますので、はい。で、先ほどのスライドにその、マンチェスター記法の、参考になる URL はここに記述してあります。で、この、もうすでにちょっと、ここで紹介しなかったハズイングレディエントとかなんかプロデュースドバイみたいなオブジェクトプロパティとかも全部準備した、オントロジーファイルを、講習会のページに置いてあります。sakeo.ttl みたいなファイル名で置いているので、その中にこのいろんなパターンのこの定義の仕方が具体例として出ているので、そのプロテジェエディターでそのファイルを読み込むことで、どうなっているのか見ることができます。もちろんこれをその読み込ん、あ、そのタートルファイルをそのままテキストエディターとかで見ても RDF のでどう記述しているかっていうのはわかるんですけども、プロテジエディターで読み込むことで、複雑な、氷をどういうふうにマンチェスター記法で記述するかっていうのも、いろんなパターンが閲覧できると思うので、興味のある方はぜひこの最初のですね、この日本酒の特定名称の、条件と照らし合わせてどんなふうに記述するかっていうのを見ていくと分かってくるかなというふうに思います。